2015年撮影先行三部屋は、伊勢ヶ浜一門に所属する相撲部屋。2011年7月場所限りで現役を引退し、以降は、友綱部屋の部屋付き親方となっていた年寄り、15代先行さんが、2014年2月1日付で、内弟子2人を連れて友綱部屋から、分家独立して、先行三部屋を創設した。2016年1月場所に、 カイトショータウンが部屋初となる女二段優勝を果たす。2019年9月場所では先駆け勝ちたん祈りが部屋初となる関取昇進を果たした。初代先行さん一郎上門から四大先行さんの時代にわたって先行さん部屋が存在していたものの、いずれの代にも関取を出せず、1927年5月に四大先行さんが死去したために先行さん部屋は閉鎖された。 その後、1928年10月場所限りで引退して伊豆津部屋の部屋付き親方となっていた五大先行さんが、1929年5月に伊豆津部屋から分家独立して先行山部屋を再興したが、1933年7月に五大先行さんが死去したために、再び先行山部屋は閉鎖され、所属力士は伊豆津部屋へ移籍した。その中には、 後の幕内、源氏山や佐渡が、島らがいた。ありがとうございます。